というわけで本日は総勢15名の監督、スタッフの皆さんによります舞台挨拶になります。私ちょっと降りてしまいますね。ということで上映後の舞台挨拶です。改めましてどうぞよろしくお願いします。魚博士役の津田翔志郎です。米田勝文役の飯田麻人です。内藤役で演じました芹沢盾人と申します。香織役の白石八花と申します。えなり役を演じさせていただきました田島由美香です。アイドル大学生庄司役の細部達也です。カツオ役を演じさせていただきました諸岡博明です。英子役を演じさせていただきました池永亜美と申します。患者美希役の田中小夏です。金髪のアンドレイ役の二内浩太です。一番最初に死んでしまう7役をやらさせていただきました高橋真由と申します。牧役を演じました青木恵里です。涼子役をやらせていただきました高梨凛です。撮影ではなくてオーディションの時の印象に残ってる話なんですけど、さっきも言われた通りいかに無様に派手に死ねるかを見せてほしいっていう風に言われて、で待機場所がそのオーディション会場の隣にあったので、その隣からすごいウォーとかギャーっていう声がたくさん聞こえてきたので、それがすごい印象に残っています。こんにちは、圭介役をやらせていただきました園谷翔太と申します。印象に残っていることは、僕生き残るんですけど、こう一番多分死にそうなやつだったと思うんですけど、結構意外に生き残るんですけど、こう自分の周りで人がどんどん死んでいくんですね。それがこうなんていうんですかね、なんとも言えない味わったことない感覚に陥りましたね。で、もう人が死んでる間歩いて、でも最後にこう自分のこう助けプレーというかの田中小夏さんまで目の前でこう死んでしまい、こうなんか本当に不思議な気持ちになりました。特にこの役者陣をどのところを重視して選ばれたのかっていうのだと、現場の雰囲気ってどうだったのかもお話しいただけますか。スタッフもそうなんですけども、俳優さんも非常に厳しい条件だったので、やってくれる人ってことで、オーディションの形みたいな形を取らせていただいて、それでやってきていただいた。それと、見ていただいて分かると思いますけども、非常にセリフが多くて難しいお芝居アンサンブルもあったんで、まずできる方たちを選びたいってことと、それと適材適所ですね。こんだけの方たちがいますから、混乱しないようにということで、役割に合った方をキャスティングしたかったので、その辺申し訳なかったんですけども、いろいろその個性をあるいはこの芝居をちゃんとやっていただければということを見せの目させていただきませんでした。生きてるものはいないのかというタイトルに引っ掛けましてお伺いさせていただきます。はい、染谷さんがこう生きてるなと実感するこう瞬間、難しいですね。あんま生きてる上で生きてるなってあんま実感 してないので、そうですね、ご飯食べてる時とか人と接してる時とかですかね。俺に聞かないのが良かったんじゃないですか。演技してる時とかを、でも結構いっぱいいっぱいなんで、いっぱいいっぱい